はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。アロマテラピー検定の一問一答ですね。11月1日に試験が控えておりますが、刻一刻と日にちが迫っている中、一級編を今回は、届けていきたいと思います。3分でこれも学んでくるようにですねやっておりますので、はい、2級編はパスしたいという方はここから入ってもらえると嬉しいですね。はい、テーマは爽やかなフローラルな香りということで、なんだかよくわからないような感じのちょっとテーマになってしまいましたが、はい、最初の問題としてはちょっと簡単な問題をチョイスしたらこうなってしまったということでご勘弁ください。では早速いきましょう。はい、では問題ですが、みかん科の植物から得られまして、柑橘系の爽やかさを持つ甘い香りが特徴である精油を一つ選びなさいということですね。はい、まあもういくつもヒントらしき文言が出てますので、まあわかりやすいかと思うんですが、ここも選択肢が、本当はねもうちょっと簡単なんですけど、ちょっとひねって、選択肢を変えております。 A がゼラニウム、 B がネロリ、 C がメリッサ、 D がスイートマージョラムとなっております。2級編のね出てくる精油をちょっと省きまして、1級編に特化した感じでちょっと説問をいじっておりますので、はい、まあ初めてね2級編しかまだは知らない方は出てくる精油もあると思いますので、ここで押さえてみてほしいなと思います。では、答えをいきましょうかね。はい、答えはですね、 B のネロリという花の、花って言っちゃいますね、花の精油になりますので、はい、これが、爽やかさを持つ甘い、香りの特徴である精油になります。はい、ではその他の精油、初めて出てきたものもありますのでご紹介ですが、ちなみにということで、 A のゼラニウム、これはね、前回出てきましたので袋草科ですね。はい、みかん科ではないので省けるかと思います。で、 C のメリッサ、これ新しい精油なんですけれども、シソ科のハーブになります。はい、で、 D のスイートマージョラム、これも新しい新キャラといいますか、新しい精油ですけども、これもシソ科のハーブですね。はい、まあちょっと C と D ね詳しくいきたいんですけど、3分だと超過しますので、また詳しく説明をさせてもらいたいと思いますので、今回はご勘弁ください。はい、ではねポイントの解説だけ、いきたいと思います。ネロリというこの、白い花のハーブになりますね。はい、でこの花はですね、ビターオレンジというですね、はい、オレンジの、花になります。うん、でこれは原料植物になりまして、みかん科の精油になります。で、花よりですね水蒸気蒸留法にて抽出していきまして、ですけども葉っぱや果実からも一応精油が得られるということですね。花から、抽出したものはネロリというんですけれども、葉や果実から精油を得られたものはプチグレンと呼ぶというふうにちょっと使い分けがされているのが特徴ですね。はい、で、あと2番目は柑橘系の爽やかさを持つフローラルな香りが特徴ということです。2級編に出てきましたスイートオレンジもみかん科になりますけども、まあ、あれもね柑橘系になりまして爽やかさを放っております。まあ、みかん系はね基本的に全部爽やかさを持つ、まあもう好き嫌いなくどなたでも、楽しんでいただけるような、まあ、なんだろうな、扱いやすい精油かと思いますので、まあ、このネロリもね非常にリラックス効果高いので、フローラルな香りを楽しんでいただければ嬉しいかと思います。はい、では今回はこちらをご紹介いたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.